皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。前回怪奇現象が起きるようになってからね、この3人の中でトールが幼女の霊を見たって騒いでるわ。相変わらず才川中に全開だぜ。そんなことよりずっと顔にハンペンつけてるがどうした？ハンペンじゃねえよ、マリサが前回の最後に顔ボコボコにしたから絆創膏貼ってんのよ。ベリッタな。そうい。おっと危ね。主人公が合流したな。幼女の霊を探すとはどこまで変態なんだ、トールは。どうしたんだずっと変顔して。別に。こういう自分の話を誰も信じてくれないの悲しいよな。日頃の行いが悪いのよ。操作できるようになったわね。まだ幼女に執着してるのか。中二病からも心配されてる。災害に任せたらどうなることやら。ところで奥さん。誰が奥さんだ。私最近新しい趣味を始めたんですよ。動画投稿ペース遅いくせに何やってんだ。別にいいのよ、どうせ誰も見てないんだから。そんでその趣味ってのは何なんだ？それはね、な、い、しょ、しね。そのうちわかるわよ。同じ部屋を探索してたから新しいイベントまでカットしたぜ。前回幽霊見てから左の二人がビビってるわね。さっきのヤンキー女は偶然トイレ行ってて遭遇してなかったから知らないようだが。親友のヒロにすら打ち明けてくれないわね。まあふざけてんのか頭おかしくなったと思われるだろうからな。ここで霊夢のコメント返し、いきなりどうしたよ。今回は全然前回の動画のコメント返しをしたいと思います。今回はってこれが初めてだろ。しかもなんで全然前回なんだ。全然おっとそれ以上はいけない。だいたい1ヶ月くらい前に投稿した動画がそれだったからよ。それでは一つ目のコメント。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。この時は忙しくって投稿感覚が空いちゃったわよね。いつも遅いがな。まあまあ、コメントありがとうございます。以上です。え？コメントは以上になります。一つだけ。はい、一つだけ。しかも四つ目の方では総コメント数、なんとゼロ。そうか、難儀だな。でもいいもん、たとえ再生回数がゼロになっても一人で勝手に実況してるから。おう、そん時は私も帰らせてもらうぜ。なに？そこは一緒にやってあげるとかじゃないの？興味ねえな、まあ、頑張れや。ところでなんで校長室開かなかったの？それは前回の最後に校長室で宇宙人が出たからな。え、宇宙人、なんで？このゲーム心霊だけじゃなくてオカルトなら何でもありなのね。前回お化けに階段から突き落とされた畑川くんだぜ。そんな事故があったのね。とうとう怪奇現象も本気を出してくる頃だな。ところ変わってバカとマッチョと凶暴ギャル。うん？携帯をなくしてしまったよ。意外とドジっ子なのね。他の人と連絡取れないのは困るな。人が喋ってる時に被せてくるな。なんだこいつ、急に奴隷根性に芽生えたの？アホはわからん。女王様、ここにもまた一人奴隷が出来上がったぜ。私をその恩足で踏んでください。黙れ変態。あーん。あーんじゃねえよ。あら、ヤンキーの方からデートのお誘いね。絶対お断りだろうがな。それに幽霊が出た部屋だし。この立ち位置の距離感よ。でもマッチョでも幽霊が怖いもんなんだな。そりゃあ普通なら幽霊に物理は通用しないからね。普通なら？人間は未知のものや対処法がないものに恐怖を感じるからね。それよりヤンキー言っちゃったぜ。ここでいやいやながらも追っかける優の男っぷりが出てるわね。こいつらまだ言い争ってるのか。トール君は幼女が気になってしょうがない模様。このロリコンども。私ロリコンじゃないもん。じゃあなんだよ。年上のお姉様に踏みつけられたい。やっ、決めてんのか。今の大人に何のことだ。聞こえるぜ。違う。だんだん近づいてくるな。あっ、こいつ一人で逃げ上がった。こんな時にまで何言ってるんだこいつは。喫水の中二病ね。なんとか逃げ切れたようね。でも赤髪のガールがいないんだぜ。一人だけ上に逃げたようね。袋小路だろ、やばくないか。連絡を取る手段もなし、彼女が第一犠牲者になってしまったようね。嘘だろ、とうとう死人が出ちまったか。いえ死んでません。なんだよ死んでねえのか。それじゃあ何の犠牲になったんだよ。後でわかりますが変態の犠牲になります。なんだよ今の。次々にホラーが畳みかけてくるわね。ホラーが畳みかけてくるってなんだよ。ところ変わって主人公。何は露天年、人が死んでんねんて。今の悲鳴、怪奇現象に遭遇してない人からしたら面白いのかも。でももし変態に襲われてたらどうするんだよ。笑うわ、何は露天年。おう、とうとう寄生獣が左腕に宿ったようね。もしかして前に言ってた左って、ヒラリーのことか。マリサがおかしくなった。このろくでなし。なんで？骨折れてたらどうするんだよ。まあ、もう寄生されてるし。それマジだったらネタバレやん。それよりちょっと奥さん聞いてよ。またか。上下とも大地って挟まれて死んでまうやん。いや人の名前だろ、ほっといてやれよ。そんなこといちいち気にしてたらキラキラネームどうなるんだよ。え、キラキラね、おろろろろ。そっちのキラキラじゃねえよ。さて、気を取りな。まず気分を取り直せ。
とりあえず悲鳴を上げた保坂さんの様子を見に行きましょう。こっから操作できるぜ。お湯でも出ないかな。出ませんでした。前回もうすでに取ったからな。飯でも落ちてないかな。落ちてるわけねえだろ。てか落ちてたとしても食うな。ひもじい、何か食わせろ。あ、つっかかった。おや？今の保坂さんだったか。無事だったようね。何かを追っかけてたようだったが。あ、こいつ遅刻魔じゃん。初登場だぜ。さっきの悲鳴に関与してるのかしら？放棄外中に紫が入ってきたと。結局変態案件だったのね。羨ましい。は？何にせよバカはほっといてリンちゃん探しに行くか。そんじゃ校長室、ではなく校長室前の女子トイレへレッツゴー。させるか。いらおっと誰か来たぜ。深夜じゃない、どうしたのかしら。こいつら前回宇宙人捕まえてたぜ。はぁ、とうとうマリサのおつむもやられたようね。お前には言われたくないわ。って大勢集まってるわね。あ、猫だ。さて、情報の整理と行こうか。もっとヤバいもん見たって下手したら襲われてたものね。みんな自殺調査どころじゃないのか。騒ぐなちびっこ。誰よおもちゃの猫持ってきたの。本物連れてきなさいよ。こいつはおもちゃじゃなくて宇宙人だぜ。は？何言ってんの？頭おかしいの？殺すぞ。こいつ人間の霊と猫の霊がフュージョンしたやつなんだぜ。さっき宇宙人って言ってたじゃない。さっきは宇宙人だと言ったな。あれは嘘だ。まあ経緯を簡単に説明するとだな。リンちゃんが水晶玉割りの、封印されてた怪異たちが解き放たれの、やばいの。え、マジ？それやばいじゃん。ほらその猫宇宙人とかそういう類のものだってよ。てかお前このゲームの内容知ってるんじゃなかったのか？はい知ってました。こんなつまらん茶番演じてんじゃねえ。まあまあ、とりあえず猫の手も借りてどうにかしようじゃないか。お、柏木里奈の自殺の真相があっさりわかっちゃったぜ。怪異の仕業ねえ。これじゃあ警察も迂闊に公表できないわけね。一週間前に水晶にヒビが入って魔力的なあれが弱まったそうだ。あれってなんやねん、もしかしてこれ？なんだよそれ、わいせつ物持ってくるんじゃねえぜ。何ってこれネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング4よ。完成度高いでしょ。回すな。さっさと話を戻せ。ですね、水晶玉にヒビが入った隙に封じられてた怪異が脱走を図った模様。その怪異が人間に相当な恨みを持ってるらしく、マナタンのお姉さんのリナタンを殺害。今日に至るってわけね。この猫も25年も前から封印されてたのか。猫ちゃんもふもふ。その最初に脱獄した怪異は人間なら手当たり次第に殺しそうだが、なぜかシワギリナが狙われたんだ。どうやら一人になったところを襲われたようね。なんと卑劣な、まるで深夜にうちの近くを徘徊する露出狂おじさんだわ。何の話だぜ。聞いた話だとそのおじさん何回も女性から通報されてるらしく、男で狙われたのはウプ主が初めてだそうで。うわぁ。そんなことより水晶玉には怪異が500体以上いたそうよ。それってまずいんじゃねえか。つまりは今から中二くんが説明するから静観しましょう。もう説明終わってるじゃねえか。結論、襲われた。そういうこったな。まずい状況には変わりないわね。果たしてお忍びに参加した人たちは生きて日の目を見ることはできるのでしょうか。乞うご期待なんだぜ。いえまだ終わりません。終わらねえのかよ。終わりそうな言い方するな。とにかく今ここにいないメンバーがターゲットにされやすいわ。救出に行くわよ。その前にさっきはぐれた赤毛ガールなんだぜ。変態を追っかけてたガールもやってきたわ。突如として放たれた500体もの怪異、次々と襲われる仲間たち、喋る猫に変態&中二病、変態を追っかける少女に消えた変態、謎が謎を呼ぶ怪異事件、果たしてヒロたちはどうなってしまうのか、お忍びメンバーは生きて日の目を見ることができるのか。今度こそ終わりか？終わりです。次回に続く。なんか今回ちょっと短くなかったか？寝言言ってんじゃねえよ。背中痛ー！